日一食なんですか。お腹空かないですか。大丈夫ですか。でも私もこの職業に就くまでは1日3食だったんですけれども、キャスターになってからは1日2食か1日1食です。でその分1食のやっぱりご飯が増えますよね。3玉分はでもさすがにないですけれども、3玉って何グラムぐらいなんでしょうか。300、400グラムぐらいですかね。へえ。焼きそばマシマシということでした。オーバーなりそうですよね、これだけ具がたくさんあって。でも焼きそばって合いますよね。こう美味しいですよね。3人前ですと一般的に麺って 150g ぐらいですかよね、確か。なので3人前だと450か。え、オーバーなってないですか。20代まで許される行為。いやでも年齢は関係ないですよ。で最近思うんですけれども、年齢に縛られるの楽しくないなと思って気にしないことにしました。私は20歳と何ヶ月っていう表示にしようかなと思ってます、今後。よく皆さん使ってるじゃないですか、声優さんとか、おいおいっていうやつですけれども、私も17歳と何ヶ月っていう表示にしようかなって思いますけれどもね。やっぱ楽しみたいじゃないですか。年齢に縛られちゃやっぱり良くないですね。自分はほとんど1日1食ということでいただきました。ありがとうございます。では続